えー、お疲れ様ですあの民主主義の定義って聞かれてすっと答えれる方ってあんまりいないと思うんですけどもこの民主主義っていうのは少数派が多数派になっていくそのプロセスのことを言うそうなんですよまあ、つまり社会主義とか独裁だと少数派の意見っていうのは弾圧されて認められないんですよね国全体が同じ思想じゃないとダメなんで少数派は徹底的に弾圧していくってことになるんですよで民主主義っていうのはたった一人の人が言ったことでも 長い時間をかけてそれが多数派になっていく可能性があるというところに希望があるんですよね。ある人がね、子供を出産したら1000万円払ったらどうですかっていう口頭無けなことと思えることを言ったのが2年前なんですよ。で今はね、出産に対して1000万円の補助金っていうのを本気で出すというふうなマニフェストを組んでる政党もあったり、市区町村,村によってね、一時金100万円、2人目が生まれたら200万。 あと土地をあげます家をあげますみたいな地方自治体が出てきたりとかして最初はなんだそりゃたんだなと思ったもんでも今は割とねあの賛同する人が増えてきたってことなんですよねだから誰か一人が旗を振ると同じようなこの旗をね掲げる人が出てくるってことなんですよ。これどういうことかっていうと誰かが発信したことによってあ自分にもそういうの、うん、そういう部分あるなっていうふうに。 気づかかされるっていうんですかね。それもいいよねっていうふうに人の行動や意見少数派の考えによって多数派にいた人が徐々に少数派に参加してきて多数派、少数派がが入れ替わるるってことがあるみたいなんですよねで。少数派の意見が全て採用されるわけではないんですけどもやっぱりね奇抜であることとかオリジナリティがあることとか言ってみれば常識を破っていくことですかね。 常識外れっていうのは常識破りと似てるんですけども全然違って常識外れっていうのはこれは意味嫌われるものなんですよ。それはあんまり推奨されないんですけども常識破りの考え方っていうのは確かに世の中を変えていくんだろうなと思うんですよ。だからねなんかこう一つ一つね普通じゃない考え方なら何でもいいってわけじゃなくて普通じゃない考え方要するに常識を上回るようなね未来の常識を語れる人っていうのは これ素晴らしいいいんじゃないかなかと思いますね。まあ、そういうことができるような人間になりたいですし、まあ、YouTube でね、政教を立てるなんて10年前は本当になんかこう、特別な人だけ、奇跡が起きたらそうなるだろう、みんながみんなそうはならないよ、まあ、そんな意見で埋め尽くされていたんですけども、現在 YouTuber が増えすぎて、1人当たりの広告単価があの安くなってきたっていう傾向があるのはあ面白いことだなと思います。まさに広告費っていうのが、 頭数で割りますからね、YouTuber が増えれば増えるほど、視聴者が減って発信者になるっていうところも相まってですね、まあ結構ね、YouTuber、これから大丈夫かみたいなことが起きてますけどもね、うん、まあまさに YouTuber として、あの、独自の戦略、YouTuber の中でも少数派の戦略を実現させた人が生き残るのかなって思っちゃったりしますね。はい。ということで今回は、うん、民主主義についてお話ししてみました。<laughs> 少数派がね、必ずしも、 少数派でい続けるかどうかわからないよってことですよね。